はい、手前から21番松本健太郎選手、そして、3番、もう実況手に手も今日初めてですよね、はい、ありがとうございます。はい、あとデビューおめでとうございます。背番号3番、本村武明選手、はい、ぜひ自己紹介をご自分の声でお願いします。本村武明です。はい、ありがとうございます。ギラマンズから来てくれて、はい、はい、東京はあれですか、暮らしてるなんか、はい、地元のこっち。あ、そうか、多摩の方だもんね、多摩センターでね。なんだなんだ、もともと地元じゃないですか。はい、よろしくお願いします。俺今日マツケンさんが初めてこうやって膝ついて疲れたなって暴走したの見たんだけど、はい、どうでした今日のピッチは。湿度高かったです。あ、そうですか。本当に相当最後の方はね、消耗戦になりましてね。はい、試合はね、前半先制されて、で追いついてって、後半ずいぶんね、こう一山攻めましたけど、ちょっと今日ポストにね嫌われちゃった感もありますけど、まあ、試合全体をぜひちょっと総評していただきたいんですけど、松木さんどうですか、はい、今日の試合は。ボール持たれる展開が続いたんですけど、最後の部分では組み合わせなかった、決定権もそんなに、まあ、ちょくちょくあったんですけど、それで通して、まあ、1失点が食らわれるかなと思います。後半は逆に自分たちがやっぱり運動量を出さずに最後までゴールに向かう姿勢は見せれたものの、最後の質がやっぱりまだまだ上げていかないところがいけないなっていうところがあります。あれだけ走ってたね、マツケンさんにね、もっと頑張れって俺は言えないんですけど、でもね、あそこを乗り越えないとね、全国行けないですもんね。よろしくお願いいたします。さあ、そして本村選手、はい、まあ、北九州、いつあれですか、東京にはいつ、もう2週間ぐらい前ですか。2週間前です。あ、そうですか。ちょうどどうですか、もう、あ、でも実家がね、うん、あれだから別にどってことないでしょ、東京に。普通暮らし、江戸川区の暮らしが。あ、まあ、どうですか。自分市なんで、23区に住んでないんで。あ、そっかそっか、はい、じゃあグランドまで通ってんの、はい、うわっすごい。はい、部屋借りちゃいね。はい、借ります。あ、はい、はい、不動産屋さんよろしくお願いします、スポンサーね。はい、で、今日はデビュー戦ということで、後半のどのくらいでしたっけ、時間的には。合計30分ぐらいです。あ、そうですか。どうでしょうか、関東リーグの感想といいますか。まあ、もともとその大学の時とか、うん、このリーグは知っていましたし、はいはいはい、まあ、その初めての感じではなかったので、うんうんうん、まあ、自分は途中から入って、うんうん、まあ、変なミスで失点とか絡むのよくない、うんうんうん、まあ、相当集中して入ったんですけど、あ、まあ、ミスも大きなミスも入れたので、うんうん、何本かすごい縦パスとかスルーパス出してましたよね。まあ、自分の武器なので。いや、本当、後で動画見てください、はいはい、コメントいっぱいついてましたので、はい、ということで、とりあえず、まあ、今日が終わって次東京国際か、また西側かとやりますけれども、まあ、ね、ボンズさんがちょっとね、頭一つ上に行きましたけど、まだ直対2試合も残ってるし、ある意味いい状況じゃないかなと僕思ってるんですけど、今後のリーグ戦どうでしょう、皆さんにこうお伝えすることありますか。はい、まあ、ボンズがどうこうじゃなくて、目の前の試合、試合、うん、自分たちがやるべきことをやるだけかなと思ってるんで、うん、まあ、今回失った勝ち点2を、うんうん、次は3で、うん、皆さんにこう届けできるように、うん、また練習からやっていきたいなと思います、うんうん、ありがとうございます。マツケンさんとホームランさんって世代的には近い、一番近いですけど、うん、まあ、2個で上です。あ、2個上、はい、あ、でもチームの中じゃどっちかっていうと上の方だよね。まあ、ね、途中から入ってきたとはいえね、こう経験を考えたらもうほぼベテランのクラスで、うちだというのね。何そんなことないですけど、頼むよ。てどうですか、そのチーム全体の。いや、すごいやっぱ若いチーム、うん、だからこそ自分たち、まあ、コーチとか、うんうん、まあ、同世代の人たちも何人かいるので、うん、まあ、その人たちが、まあ、引っ張るじゃないですけど、うん、まあ、下にいい感じのいい風を吹き込めるような、うん、あ、そうですね、はい。うちどっちかというとやんちゃな選手っぽく見えるんだけど、ね、まあまあ、でも自分が持っていたギラバンツの基本もやんちゃな。ああ、そうなんだ、似てるんだ。ああ、そうだよ、慣れてます。ギラバンツのね、ファンの人もね、今日コメントくれててね、はいはいはい、すごく注目してるみたいなんでね、はいはい、いろんなところでサッカーやってますからね、そのファンみんな引き連れてね、ぜひサッカー頑張っていただければと思います。次節もね、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。はい、松健選手、本村選手でした。はい、試合後インタビュー2本目いきますということで、手前からですね、背番号11番フォワード村上壮太郎選手、そして背番号14番澤智也選手です。お疲れのところありがとうございます。
今日どっちかっていうとやんちゃ系じゃなくてこうなんていうかな大人系の、ね、選手に来ていただいてるんですけれども、まあ、試合的に、ね、引き分けっていうことで残念だったんですけど、今日初めて関東リーグを見た人がすごい感動して、さっき僕らの方まで来て、いや関東面白いわって言ってくれたんですけどね、見どころはたくさんあったんですけれども、どうでしょう、それぞれじゃあ、村上選手からまず総括していただいて、まあ、うん、試合全体として、うん、我慢強く戦えたところもありましたけど、うんうん、やっぱり最後のところで決めきるであったりとか、うん、クオリティっていうところに関してはまだまだ足りないなと感じたので、うんうん、そこはしっかり次回の試合で修正できるようにやっていきたいかなと、うんうん、そっか、 JFL 全国行こうとしたらあそこの制度か、そうです、大変だな、サッカー選手だね。で、澤選手いかがですか今日は。そうですね、自分も、まあ、そうと感じてたところは、うん、一緒で、やっぱ上 JFL に昇格目指してるなら昇格するためにやっぱそこの最後のクオリティとか精度っていうのは絶対に上げないといけないですし、やっぱちょっと今日に関しては惜しかったねで終わっちゃう試合だと思うんで、やっぱ上に行くならこういう試合を絶対もうしてはいけないと思うので、また1週間いい準備して切り替えてやっていきたいなと思います。エリスどうでした、前半後半で。まあ想定通りというか、前回開幕戦と似てた、似てる想定で僕たちが入って、まあ実際想定通りではありました、準備してたところではあったんですけど、まあいろいろ難しい場面がありましたけど、うまくそこは修正できた部分もあったかなとは思います。まあね、クロスバーとかね、ポストもあったしね、本当難しいねサッカーってね。とその中でやっぱり村上選手はすごい大事なお仕事をしてくれたんですけど、前半の28分先に先制されてやばいって、でもそれでもまあ慌てることなく前半ねやって、28分にあれ服部選手がボール持って、で持った瞬間にあれですか、もう村上さん動き出してたんですか。そうですね、まあ、中に彼がドリブルで運んできたタイミングで、タイミングを狙ったんで、それがうまくいいところに来たというか、気持ちいいですね、パス受けた時ね。なるほどね、まあ1対1ですけど全然喜んでないから分かってるよ、悔しいなね。はい、ありがとうございます。で、来週、またここで東京国際やります。で、すごいやっぱり ここからねボンズを直対するまでの間はもうこも落とさないで頑張る感じだと思うんですけど、ファンの皆さんどうでしょう、意気込みみたいなものとか。そうですね、今までやってきたことを変わらず1年間通してやり続けるってことが多分一番難しいと思うんで、はい、まあ、今日の試合っていうのはもう気にせず、次に向かってしっかり戦線しっかり戦って、自分ができる、自分たちができることをやって、勝っていきたいなっていうのは思います。はい、絶対できます。はい、はい、ありがとうございます。さあ選手いかがでしょうか。そうですね、まあ、目の前の試合を 100% で、先がどうこう上がどうこうというよりかは一戦一戦やっぱ大事に戦って、その結果次につながったり上につながったりって思うんで、やっぱ僕たちのなんだろうな、日頃の 100% でトレーニング準備するっていうところは何もぶれずに変わらないと思うんで、まあ、来週もまた試合に向けていい準備していこうと思います。ありがとうございます。ホームラン選手みたいな世代がちょっと近いね、上の世代が入ってきてるんでね、あ、そうですね、だからもう皆さん締めてやんちゃんな連中をうまくまとめてください、はい、はい、以上ありがとうございました。小松駅監督にお越しいただいてます、ありがとうございます。ありがとうございました、はい、はい、ハラハラドキドキというかですね、まあ、結果は一回置いておいて、はい、今日初めて関東リーグ見た人に言われたんですけど、こんなサッカー面白いと思わなかったって言われたんですよ、中立的な立場で見ると素晴らしいいいゲームだったと思うんですが、まあ、勝ち勝負はありますので、監督どうでしょう今日の試合総括していただいて。そうですね、まあ、プレーもあまり切れない、お互いに、っていうゲームだったんで、まあ、そういう意味では見てる人は、楽しめたんじゃないかなっていうところと、あとは、まあ、相手の狙いと、あと自分たちのやりたいことっていうところのこう、まあ、バランスというか、いつ出せるかとか、逆にどう受けるかっていうところがお互いに、まあ、相手の時間もあったしうちの時間もあったしっていうところで、まあ、後半はかなりうちチャンスあったんで、まあ、選手の表情を見てると、まあ、勝ち点
2を失ったっていうような、うんまあ、ゲームだったんですけど、うんまあ、ただやっぱエリサも力あるチームだし、うんまあ、順位とかいろんなもので見ると、うん、ちょっともったいない試合に見られがちですけど、うん、でもやっぱ相手も力あるチームなんで、うんまあ、そういう意味では、勝ち点1取れたっていうところは前向きに捉えたいなとは思います。後半ね、はい、随分本当あと10センチ違ったら枠行ってたようなシュートチャンスもいっぱいありましたもんね。そうですね、ポストも3回ぐらい当たったりとか、そうですね、まあ本当やれることは選手たちもこうやってくれたし、多分向こうのゲームプラン的には多分こう前半ボールかなり動かして、はい、後半内側足止まって、うん、もう動けないだろうってところで、うんまあ、9番の選手とか10番の選手入れたりで仕留めるみたいなゲームプランだったと思うんですけど、うん、でもそこで自分たちもう一個ギア上げれたっていうところ、うんうんうん、相手のその狙いをさらにこう自分たちが上回って、ねアグレッシブさ出せたりとか、うん、逆に言うと内側相手がやりたいようなことで押し込めたりできたんで、はいまあ、そこは、まあ、選手たちにもなんかもうロッカールームでも下向いてたんで、うんまあ、そこはいやちゃんと積み上がってるから、うん、そこは、ね、もちろん反省しなきゃいけないけど、うん、自信持って積み上げてきた部分だから、うん、ちゃんとそこは継続していこうっていう話はして、うん、ただじゃあそこで最後やっぱり、点が決めれなかったのはもしかしたら最後疲れてて足が振れなかったり精度がっていうところはあるんで、そこはじゃあもしかしたら、もうちょっとメリハリつけた守備だったりとか、もしくはもう少しボールを、動かせるシーンも前半から後半はだいぶ修正できたんですけど、うん、前半からもう少しっていうところのゲームコントロールとかいろんな要素あると思うんですけど、うん、そうですね、まあ、そういう意味で、まあ、まだまだ自分たちが、うんまあ、勝ち点3取るに値しなかったと思っているので、うんはい、また頑張ってもう一段上に行こうっていうところで、はい、頑張っていきます、はい、謙虚、サッカーは謙虚じゃないとね、はい、来週からね、はい今度は来週は同じここで、あ、そうですね、東北大、はい、夏の学生チーム、そうですね、はい、そうですよ、いや逆に言うと、はい、向こうも走ってくると思うんで、ですよね、うちも、はい、そこで負けないっていうところもそうだし、うんまあ、この今週の反省も生かして自分たちがこの90分の中でしっかりどう仕留めるかっていうところは、はいまあ、多分ボンズさんは昨日多分そういう勝ち方できっちり勝ち切ってきたっていうところで言うと、やっぱりまだまだうちが、ボンズさんに会ってうちにそれはないものなんで、そこをちゃんと、ピッチでしっかり表現して勝ち点3取れる、はい、で、しっかりまあついていくっていうところ、はいはい、本当に一戦一戦だと思うので、はいはい、別に何か順位がどうっていうところではないんで、はい、一個一個積み上げて頑張っていきたいと思います、はいはい、ありがとうございます、はい、チャレンジャー23ということで ね、はいそうですねはい、どうもありがとうございました、はい、よろしくお願いいたします、ありがとうございました、またお願いします。